はい、ということで、マリさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは、どうもどうも。どうも。まあ、諦めるための占いというですね、はい、ちょっとまあ、逆説的なタイトルでね、書籍を、はい、まあ、出版されたということで、はい、まあ、それを記念して、一度セミナーをしたんですけども、はい、まあ、改めてですね、セミナーを振り返りながら、マリさんにですね10の質問をですねしていきたいということで、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。でこの動画はですね、参加当日参加できなかった人も含めて、はい、皆さんにですね、LINE とかそういったものでね、配布する形になるので、まあ、楽しみに待ってる人は、ね、ちょっとねお待たせしちゃいましたけど、今から撮っていきたいと思います。はいはい、じゃあ早速いきたいと思います。よいしょ。ということで、はい、まあ、11月14日にね、まあ、ライブをしたんですけども、はい、それの振り返りをやりながら、また改めてね収録していきたいと。で11月14日に1回喋ってるのでね、はい、だからこの僕もマリさんもですねとってもまあ、いい意味で練習になったと思うんで、まあ、今日これから収録するものはこの間よりもいいものがね、うん、で撮れると思うんですよね。2回目だもんね、うん、そうなの、2回目ですから。だからリハーサルは終わったと。リハーサルは。はい。で、まあ、マリさんの主張としては、その、幸せになるのはね、そんな難しくないよと、はい、いうことをですね、お伝えしたいというふうなことで、はい、まあ、今回、Amazon の Kindle でね、本を出しましたと。で、そんなマリさんにですね、あ、そうそう、ペンタリンガル風水師というふうなことで、はい、まあ、この書籍出版を機会にですね、少し肩書きもね、新しいものにしてみたんですけども、まあ、そのあたりも含めてね、はい、10の質問いきたいと思います。まあ、1言語、2言語、3言語、4言語、ね、神の言葉までね、たくさんの言語を操るという意味で、はい、ペンタリンガルというふうな言い方をしてるんですけど、じゃあ早速いきたいと思います。はい。では、1つ目の質問です。はい。まあ、この本のタイトルにね諦めるというね少しネガティブな表現が使われているんですけども、はい、その意味とか価値について改めて説明してください。はい、そうですね、諦めるってことは、やりたいことを断念するのマイナスの、ね、イメージなんですが、うん、実は諦めること言葉は、真理、本当のことの意味なんですね、うんうんうん、その本当の物事の数字道、うん、真理を明らかにするっていう意味になってます。これはなるほど、数字道をね、はい、真理を知ること、うんうん、で私たちは生まれる前からその神様とね、うん、交わした約束がありました。実は、はい、皆さん、はい、でこの国に生まれたいとか、うん、この親、うん、このルックス、うん、この身、体、この肌、うんうん、はい、これを全部自分で契約したものなんですね、これ。ああ、そうなんですね。はい、うん、で、その変化によってね、影響を受けても変わらない事実です、これは。うん、まあ、このルックスで気に入らないと整形するとか、それは、うん、変更したんだけど、事実は、真理なんですよね、それが。ああ、はいはい。うん、で、正しい道理がその真理になってますので、うん、この課題をこういう体験、うん、経験することで、うん、その私たちが契約しました。うん、はい。で、幸せになるために神様は必要なものを備えてきました。うんうん、なるほど、なるほど。うん、はい、そうですよね。だからみんな余計なことたくさん考えすぎですよね。そうですね、うん、複雑に考えるから、うん、人間は何でも、うん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 、で複雑に考えるのでシンプルなものなんだけど、うん、大きく大げさに考えて、うん、それで幸せどんどん逃げてる、うん、なるほど、うんうん、はい、で諦めもどんどん分からなくなったり、うんうんうん、それが真理を分からなくなったり、分からなくなってるので、うん、真理が分からないと諦めも明らかにするね、うんうんうん、
正しい生き方っていうか、はい、分からなくなるのが、はい、こういう諦めることの意味だと思います、うんうん、そういうことですね。まあ、もともとその命の使い方をね、神様と約束して生まれてきたんだと。はい。で、それは非常にこうシンプルなものですよと。はい。うん、ところが、その、生きていくうちにいろんなものを背負ったりね、いろんなその問題にぶち当たって、まあ、みんな迷ってしまうんだと。はい。うん、だから、たびたび、その、明らかにすることをね、取り入れてみてくださいというね、そういう意味なのね、はい。うん。素晴らしいですよね。はい。さあ、続きまして、はい、2つ目の質問です。はい。まあ、平たく言うと、マリさん占い師ということなんですけど、はい、この占いをその人生や仕事や恋愛に、はい、この活用する効果効能ってね、それ、まあ、早い話が何なんだというと、どうなんですかね、これ。そうですね、私の占いの、うん、やり方はもう人生の羅針盤ですね、うん、ナビゲーターっていう羅針盤、はい、羅針盤、うんうん、こういう感じですね。はいはいはい、あ、見えますね、こういう感じで、はいはい、なので私たちそのまず、うん、相性ですね、人との相性、うん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 、自分の向いてる仕事を、うん、その語病とか、うんうん、あと時期、うん、タイミング、結婚するタイミングとか、うん、お引越しするタイミングとか、うん、あと方位、場所、はいはい、うん、それも自分の、波動、体から出る波長、うん、その土地から出る波動、うん、相性いいのか、それも、うん、大きな運気変わりますので、うん、はい、なので、うん、人生にね、うん、例えば結婚しますよってこの方は、うんうん、相性いいのか、もし、はいはい、例えばね、はい、10年間付き合いました、はいはい、いや同じ屋根に住んでないので、うんうん、お互い の, その見せてない部分があるのね、はいはいはい、で一緒に住むと、うん、そこから5行ぶつかるんです。だから今まで見せてなかったものを見せてそれを理解できるか、うんうんうん、それがその語義を見ると、うん、あ、こういうことした方が相手はこういうふうに戻ってきますとか、はいはいはい、だからどんなに難しいことでも、うん、シンプルに、うん、活用すると、うん、何でも幸せにできるんです、私のやり方はね。だから、そうですよね、ダメなものはもうしょうがないのダメだけど、うんうんうん、ダメでも良くなるものがいっぱいあります。はいはい。という、そうですよね。はい。マリさんってほら、いろんなその占いの、全てこう取り入れてますもんね。そうですね。はい。うん、あらゆることをこう勉強して、それをまあ活用、ね、自分のその、相手のためにね、活用するんで、とても納得感ありますよね。そうです、私たちの弱い時間とか弱い、うんうん、月とか、うん、全部あるから、はいはい、うん、それを活躍するとね、全然なんか、うん、自分ともうちょっとね、自分のこともっと大事にしてくれる、うんうん、まあ、僕はほらビジネスの、ね、人なんですけど、はい、まあ、経営とかね、そういうやつなんですけど、はい、まあ、よく言われるのがね、経営に正解はないとかっていう言い方するんですよ、はい、うん、じゃあ正解がないものに対してどうね、決断していくかというふうな時に、うん、やっぱりその占いを活用している経営者さんもすごい多くいらっしゃいますよね。あ、そうですね、うんうん、確かに昔から占い、そのクリオパトラの世代からもう活躍してるので、うんうん、本当星の読み、はいはい、うんうんうん、私たち人間と生まれて、うんうん、これも神様からのちょっとボナスな感じなんで、あ、なるほどね、うんうん、そうですよね。そうそう、まあ、逆に言えばその星読みが、まあ、世界とか人生とかね、命に対して影響してないっていうふうに考える方が難しいですよね。はい、うん、だから当然か関係してるだろうというふうにこう捉えた方がね、自然かなっていうふうにね、はい、そうです、ね、うん、思いますね、うん、九州学とかね、そういう、はいはいはい、いろいろ全部中国から
そうですよね、できたもので、うんうん、で僕たちあの現代人ってあのこう昔の人のその研ぎ澄まされた感性とか、はい、そのなんていうんですかね、まあ、超能力ということではないんですけど、うん、あのこう感第六感とかね、はい、そういったものをなくしてるんでね今ね我々。ああ確かにね。情報が溢れすぎてね。そうなんですよ、そうなんですよ、うん。直感が鈍くなってる。そうそう、あ、直感、そうそう。それをね、やっぱその占いを使ってね、やっぱそのこうつまびらかに明らかにしていくっていうことはね、大事だなと思いました。はい。さあ、そんなですね、マリさん。はい。まあ非常にね、あの生きてるだけですごくあの差別化独自化された人なんですけど。はい。まああの小さい頃どうだったのかなと。ということで、はい、あの6歳で天使を見たみたいなね、そういうふうな経験もされているので、そのあたりについて、はい、あの少し教えてもらえますか。はい、うん、そうですね、小さい時はすごい好奇心旺盛でしたので、うん、で特にあの一人で遊ぶのが大好きだったんです。おそう、あの合わせるのが好きじゃなくて、お、はい、で命令されるのも好きじゃないし、うん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 、でいつも一人で遊んでて、でたまたまなんかあの棒遊びしてた時に、うん、すごい左からものすごい光なものが現れて、で何だろうなって振り向いたら、うん、男でもない女でもない、うん、すごい羽こんなになっちゃって、ららららですっごい眩しいのね、うん、それが。で自分から見て、え、なんだろうなこれ、子供なので、うんうん、あのでわからなかったんです。で、うんうん、ずっとそのエンジェルが、その天使がずっと私のこと何か唱えて、なんか見てるんだよね、ずっと私のこと。で私はそれを無視して遊んでたんです。でも振り向いたらうん、もうその光がもうなくて、はい、あ、そしたら大人になって、うん、あれが天使なんだって。で大人に言っても誰も信じないのね、うん、で私はもう信じるか信じない関係なく、私が体験したものだから、まあそうですよね、うん、大事にしてたんです、それ、はいはいはい、うん、だからあ嬉しいなと思って、うん、そうですよね、はい、うん、やっぱそういう体験するとね、あの何かその目に見えないものみたいなことが、はい、この世界にはあるんだなと、はい、ね、いうふうなことを信じられますよね。そうですね、うん、本当に それはもう本当にあの自分だけの体験だから、あのなんていうんですかね、人に信じてもらうとかもらわないとかっていう話ではもうないんですよね。もう全然、うん、あ、自分の真理なんだよねこれ、明らかなもの、はい、だからみんなと違うのがあるんだなって思いました、うんうんうん、どんどん9歳になって今度大人の行動とか、うん、あの用言とか、見えるようになったりとか、あ、はいはい、うん、でどんどん大人になって神様の存在ってどこにあるんだとか無意識に思ったりとか、うん、そうですね、そういう子供でした。そうですよね、まあ、あのその時の体験、そしてその後の経験みたいなことがね、あのこう混ぜ合わさって、まあ、今のね、まあ、なんていうんですか、見方、物の見方を得たというね、そういうふうなことだと思うんですけど、うん、まあ、こういう体験もね、うん、まあ面白いですよね。はい、面白かったです。また出会いたいです、天使に。あるんじゃないですかね、どっかでね。さあ、はい、そんなマリさんなんですけど、あの職業はね、はい、いろいろあの経験されてて、はい、まあ、水商売から花屋さんとかね、そういうふうに、はい、非常にこうあの幅の広いですね、仕事されてきたんですけども、はい、そういったさまざまな職業がマリさんに与えたものってのは何なんですかね。はい、お仕事はね、一期一会なんですよね、うん、あ、うん、私に対してもう何でも、うんうんうん、あのその時しか体験できないものなので、すごい素晴らしいこの
あの水商売と花屋さんやってた、あと学校の通訳の先生もやってた、そういうのはね。で、うん、一番、磨けた場所なんですねこれが、うんうん、あと自分の必要な体験だと思ってました、うん、と一番与えたものはあの人間関係ですね。人間関係とあとお金の価値観とそのお付き合い方ですね。人間の付き合いとお金の付き合い方、うん、そのもので学んで磨かれたと思ってました。であとはね、このように一番怖いのは女性です女性はね、はい、味方にすれば、うん、全てこの世の中うまくいきます。あ、女性が強いです。ですよね。うん、あとまあね、あの大体ね、あの人の話をしっかり聞くことが、うん、はい、これも世の中に一番ツールなんです。それが私が一番与えたものですよね。今の仕事になってやっぱり必要だったんですね、こういう水商売。まあ、あの水商売の仕事っていうのは人の話を聞くことですもんね。そうですね、はい、うん、あのお客さんも、うん、ヘルプ側の女性も両方聞かなきゃいけないんだよね。ああ、そうですよね、うん、こっちは男ばかり意識すると女性の方はねダメの関係になったり、だけど女性ばかり意識するとお客さんが来なくなったりとか、うん、そういうの両方ね、バランスとって。そうですよね、うん、私が何でも今のね、何でもバランス取らなきゃいけないですね。あ、なるほどね、はい、バランスね、うん、まあ、バランスといえばやっぱその、はい、昼の商売と夜の商売っていうこともね、あのやっぱ昼と夜のバランスみたいなこともあるだろうしね。はい、まさに男女のねバランス、うん、はい、本名のあれね、はいはいはい、バランス、はい、そうですね、うんうん、陰と陽のね、陰と陽の、はい、うん、バランスなんだという、はい、そういうところですよね、はい、うん、やっぱその水商売だとのその普段昼間喋らないようなこともね、男の人が喋ってみたりとか、うんうん、ね、この人間の心のその表と裏みたいなところのバランスもね。そうです、出てきますよね。お昼は花を、うん、綺麗な花を作って自分を浄化するんだよね、うん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 、綺麗なものを見て、で触ったり、あの匂いを、五感を固めるんだよね、五感。あ、うん、で夜になるとそういう充電になってるから、うんうん、ちゃんと自分でバランス取れてますよね、うん、あ、なるほどね、そういう毎回やってたので、はいはいはい、思い通りの人生になってたんですね。あ、はい、素晴らしい。続きまして、はい、まあ、ペンタリンガルということで、タガログ語、英語、日本語、スペイン語、そして神の言葉、はい、まあ、あの変な話なんですけども、よくその多言語をね習得しましたよね、はい、なんかコツみたいなものあるんですかね。はい、まずあの5歳の時に、フィリピンに両親がね離婚してて、うん、でフィリピンで母が帰りました、うん、それでもともとお母さんの家族はスペイン系なんです。おー、でそのおじいちゃんの家に育てられて、そこから、普段の会話が、あのスペイン語でテレビ見ると英語なんです、うん、で外出るとタガログ語なんです、うん、だからこれ5歳からもうこの3つの言葉視線に覚えちゃったんですね。でね、あの日本に来て17歳の時にもう歌は大好きでカラオケ、それで日本語覚えたんです。歌でね、はい、うん、いいですね、楽しいことで覚えちゃうんですね、はいはい、私は、う
ああ、なるほどね、はい、覚えようとして覚えることもあるだろうけど、基本的には覚えようとして覚えてないんですね。そうです、もう自然なことで、うん、楽しいことで、自然に楽しくやってるんですね。はい、なので子どもたちも、うん、あの何度もおたおたおにすると先生もね、うん、自然に覚えちゃうんだよね、うん、子ども、はいはい、子供も物事、はいはい、そうなので、もし皆さん何か学びたいならイタリア語でもフランス語でも中国、うんうんうん、あのまず歌った方がいいです。そうっすね、それはいいかもしれない、うん、まあ、日本の古いことわざにですね、はい、門前の小僧習わぬ経を読むっていうのがあるんですよ。はい、まあ、これはあの、お寺 の小さいあの子供さんがですね、はい、あのお医者さんが毎日毎日お経を読むんで、あ、うん、別に習ってなくても覚えちゃうっていう。そうですね、はい、うん、門前の小僧習わぬ経を読むっていうね、まさにその、なるほど、うん、まさにそういう感じだったんだよなというふうにね思いました。そうですね、私も、うん、あの般若心経を、うん、無理に覚えようとしなかったんです。もう毎日それを耳に入れて、うんうん、そしたらある日自然に自分が言えるようになるんだよね。なるほどね、うん、うん、何でも今、はいはい、分かりました。まあともかくね、あのマリさん日本語すごい達者なんでね、まあ、17歳で日本に来たってことはつい5年ぐらい前だもんね。まだちっちゃかったんです。まあそんなことでね、まあ、すごくあの言語に優れた人だなっていうふうな印象でした、最初に会った時ね、うん、あとあの漢字もね、うん、大好きだったので。ああ、そっかそっか、漢字もね好きだったのにね、うん、はい、やっぱ好きなものは覚えますよね。覚えちゃいますね。で、まあ、6つ目の質問出てるんですけど、はい、まあ、いろんな、あ、本の中にはいろんな逸話とかね、うん、はい、まあ、具体例とかエピソードとかも出てくるんですけど、はい、その中でもあの僕が印象的だったのはこのレストランと地球、あるいはその宇宙、はい、この話がね印象的だったんで、うん、改めて教えてもらいたいなと思います。はい、まさにこれね、言霊ですね、うん、言霊、はい、言霊です。なのであの自分この地球はもう本当に大きなレストランだと思ってください、うん、で自分が注文カレーライスください、カレーライスの残ったエビください、うん、もう全部何でもありよるものほどはね、うん、あの受けるので、はい、カレーライスの残ったエビをください。そうそう、エビカレーライスですね、エビフライカレーライス、エセエビです、エセエビ、エセエビか、おお、はい、そういうものはね何でもいいので、あの簡単に注文できて、その注文を待ってる状態でいいんです。なのであ、あの悪い注文、あの良い注文も関係なく、うん、オーダーが来ます。あ、なのでお金がないとか運が悪いとか、うん、ついてないとか彼氏がいない、幸せじゃない、うんうん、これも全部注文です。なあ、 やばいですね。ああ、うん、まずいですね、それね。もう、うん、絶対ね、言わない方がいいです、これ。もう、どん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 注文が重なって重なって、無意識に。うんうん、そしたら、大きなものがドゴーンきます。なんでいい年なのに、うん、こういう不幸なもの来てるんだって、うんうん、無意識で自分で注文してんだよね、そういうのは。ああ、ね、うん、危険ですね。危険です。うん、オーダーしたものは、まあ、ね、ちゃんと出てくるっていうことですね。もうすぐ出てきます、うん、だったらまあね、いいことをねガン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 考えてね、はい、うん、なんかよく例があるんです、お客さんがね、うん、あの普段なんで自分はそういつもお金がないっていうか、あの運が悪いっていうか自分はいつも言うんだよね、うん、で今言うことを忘れちゃった。はい、うん、もうすごい面白い話かった、あ、話だったんだけど、うん、お客さんが来てね、うん、お客さんが来て、本当にみんなお客様で、ね、うん、来る人たちが、うん、あの要求するものがねマイナスなんだよね。あ、でマイナスなことを無意識に言ってるのに、そのもの来たら文句言うんだよね。
あ、自分で作ったんじゃん、自分で注文したんじゃん、そんなもん。で、後から占いに頼ったり、いろんなものね。はいはい。そうそう。まず、自分の注文直してくださいって、まず私言うんです。なるほどね。本当にね、その通りだと思いますね。うん。はい。これがね、非常にこう、僕、印象的なね、ありがとうございました。はい。さあ、そして、まあ、本に書いてないところもね、いっぱいあるんですけど、はい、著者として、まあ、今回の本の中でね、はい、気に入ってる部分とかってありますか？全部エピソードですね。全部みんなそれぞれ人生みんな違うもの持ってて、うんうん、お気に入りはそうですね、あんまり全部あれなんですけどね、全部なっちゃいますね。全部か、うん、だから日本の一番好きな場所、うん、食べ物なんですかって聞かれるぐらい、うんうん、全部いいんだもん。そうですね。なんだっけな、神社に行って拝むのはこういう意味があるとかってあったじゃないですか。はい、あと悪魔がどうしたとかって話ありましたよね。はいはい。よく神社とかお寺大好きな人で、うん、だけどやってることが詐欺とか、うんうん、あともう本当にもう映画を超えるエピソード、うんうん、人生、うんうん、もうそれも あんまりマイナスなんだけどね、だけど気に入っているかな、自分の中で。なるほどね、うん、もう人間ってすごいなと思う。まあ、やってることと、ね、やってることと思ってること、うんうん、だけどそれもほら注文だから叶えるんだよね。うん、うん、そうですね。まあ、詳しくはね、本をね、Kindle から買ってね、ダウンロードして読んでくださいということで。はい、ぜひ。じゃあ次、8つ目の質問ですね。はい。マリさんにとって、まあ、この人生、今までのところ、運命の人は誰だったかと。はい。もうおかげさまで、うん、松尾さん。ありがとうございます。まあ一応お約束でね。はい、うん、まあ、この間のセミナーの時もね、はい、そうおっしゃっていただきました。でも、うん、いいえ、本当に昔から本をかけたいなと思って、本当にそういうのもあっちゅうもんですね。うん、そうですね。この出会い、この縁で叶えて、うん、本当の運命の人ですね。来世ちゃんとお返しします。うん、ありがとうございます。あと、うん、自分の占いでね、乱心版から見ると自分の運命の人は決まってます。大会、うんうん、っていうところね、はいはい、もう前世でも会ってた人、今世もその人に何かの課題でやらなきゃいけないんです。うん、それは運命の人になってます。なるほどね。はい、うん、なので私は立つ年の人が運命の人です。はい、そういうことですよね。辰年は一回会うともずっと会わなきゃいけない人で、なので辰のある神社とかね、うん、そういうもうもう運命なんだよね。なので辰大好きです。なんか楽しそうでいいですよね、そういうね、そういう話をしてる時のマリさんで。はい、松尾さんは馬年の人が運命の人です。あ、じゃあ僕も自分も馬年じゃん。そうなんです。うん、やっぱ馬年やっぱ運命なんだけどね。はい、うん、同級生とかね、何度も会うんです。なるほど。うん。した。まあその運命の人って言うと、まあいい運命の人とね、うん、そうでもない人も いるんでしょうけどね。うん。うん、やっぱその辺はやっぱりこう、まあうまくね。こうバランそれこそバランス取っていくっていうことになるでしょうかね。うん、そうです。もう良いもね悪いもねこの世の中ないですよ。人間は作ってる、勝手に思ってるだけなので、うん、そうか、はい、まあ、全てね、うん、体験だと思った方がいいです。あとまあ出版の話をすると、本を執筆するね、本を書く作業って結構孤独じゃないですか。はい、ね、一人で書かなきゃないっていうね、はい、ことなんでね、まあ、そこにやっぱその誰か、まあ、今回は僕のような人がねいれば、なんとなくこう心強いっていう感じだったんだと思うんで、
はい、まあ、そういった意味ではね、少しは役に立てたかなと思います。いいえ、もう本当に感謝してます、はいはい、ありがとうございます、うん、こちらこそ。じゃ続きましてですね、はい、あ、この人たちはあれですよね、あの生徒さんというか。そうです ね私の、まあ、うん、なんていうのかな、いつもついてくる人たちなんですね。なるほどね。まあでもこういう人たちいっぱいいますよね。いっぱいいます。本当はあのほら出版パーティーの時の写真もこれに紹介したいんですけど、ただほら誰が動画見るかわからないので、はい、まあ、この写真だけに、まあ、この人たちにはね、まあ、ちょっとこう登場してもらいましたけど、はい、ものすごい数の人がね、出版パーティーもいっぱいいてですね、びっくりしましたけど、はい、さあ、おかげさまで。9番目の質問、なぜですね、まあ、今回その層という形にね、はい、してみたいなと思ったのはどういうふうな心持ちっていうか理由だったんでしょうか。はい、はい、まずね、2005年から、うんうん、日記、まあ、高校生の時から日記を書いてたんです。はい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 、で、ね、でもそのものはもうないんだんで、うんうん、また2005年から書き始めたんだよね、毎日休みなく。それが自分のあの時の悩み、あの時の夢、うん、あの時のやってること、思ってたことを全部書いてて、で、現在今それを繰り返して読むと、全ての自分の思ってることを、なんていうのかな、叶えたりとか、あと、はい、自分の悩みもほぼ、うん、みんな似てるんだなと思って、でその悩みを複雑に考える私たちが、シンプルにすれば幸せは意外と本当にそばにあるんだなって思って、それを本にしようかなと思って書きました。そうですよね。はい、そうだそうだ、日記を書かれてたんですよね。はい。ちなみにそれ日本語で書いてたんですか。これも4つ。はい。あ、そうか、いろんな言葉で書いてたんだね。そうです。その時の感情ね。まあ人間ってほら忘れるじゃないですか。うん。で、まあ忘れた方がいいことと、やっぱ忘れないようにした方がいいこととあるので。うん。それをこう書き留めておくっていうのはすごい大事だと思うんです、僕も、うんうん、でそれを後で振り返ってみた時にね、うん、まあ過去と現在とのその対比ができるし、はい、うん、でこれから先じゃあどうしていくかなっていうことのその一つの参考にもなるんでね、はい、でそれをまあこの心のその何て言うんですか、その時思ったその生な新鮮な感情をね、うん、こう残しておけばやっぱりいいですよね。でそれを読むにつけ、うん、これ本にしてね、うん、自分以外の人にもね、伝えたいなと思ったんでしょうね。うん、うん、まあ、はい、だからね、あんまり集中しない方がいいんだよね、物事、うん、その物事集中すると本当に心配悩みばっかり生まれるんです。だからこの今の悩み問題は今だけだと思って電車だと思った方がいい。いつかいなくなる。今止まってるだけなの、この電車。3分間でまた行っちゃうから。だからそればっかり集中しない方がもっと楽しく、もっといいもので。そうですよね、やっぱ時は流れているのでね。そうなので、悩みがあると時止まっちゃうんですよね。そうです、そこで止まっちゃうので、まあ、そうしないでやっぱこう、一歩でも二歩でも動こうぜっていうふうなね、そういう意味でもあるんでしょうね。はい、うん、はい、ありました。じゃ最後の質問になっちゃいましたけど、はい、よし、この時は髪の毛があったっていうことですけど。ありました。はい、じゃ改めまして最後にもう一度ですね、まあ、この諦めるコツみたいなところを、はい、お話しいただいてよろしいですか。はい、まずはね、その諦めるコツは、うん、自分は私はね、うん、今楽しくないんだな、
今ワクワクしてないんだな、今幸せじゃないんだなとか、思ったら感じたらもう何かに開くんだよね。何かに光、明らかにになるものが生まれる。うん、それを明確に何て言うのかな、自分で問いかけて、もう自分でね質問して、今自分は何したいとか、これから先こういうふうにしたい状況ね、苦しい状況から、やめたいとか、何を断ち切ればいいのか、それを諦めると新しいページね開くので、本当にそこに動かなければ、何もこの神様との約束したものがね、どん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 失って、どん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 直感その鈍くなったりなので、頼っちゃうんだよね。すべてのもの、お金に頼ったり、家族に頼ったり、人間にすべて頼って、また期待するんだよね。で、それ全部の繰り返しで。幸せが作れなくなっちゃうの、自分からは。ああ、なるほど、なので今楽しくない、今幸せじゃないの基本にした方がいいと思います。自分の好きなことはね、正しいかどう、正しいか楽しいかどっち選ぶ、私は楽しいを選ぶんです。おー、いい言葉ですね。はい、私こっちばっかりだ。なので、例えば、まあ、今もうすぐ50になるんですけど、健康に気をつけなさいとかね、あんまりお酒を飲んじゃいけない、で食べ物も控えるとか、そんなのね楽しくないの私は。長く生きて我慢するより、私は楽しく生きて短い人生でいいです。おお、いいですね。はい、もう諦めてるの、ね。明らかになってますね。そう。そっちの方がもう死んでね、神様と待ち合わせして、おお、マリさん地球で何してた？楽しんでたよって。おお。なるほどね。なるほど。じゃあ次の生まれ変わったらもっと楽しくやりなさいみたいな。はいはいはい。なので、楽しんでない人は、また死んで生まれ変わったら同じ課題与えるんだよ、神様。ああ、そうかそうか。また同じ人生だよ、みたいな。まあ、そこでね、いかにこの気づいてね、はい、やれるかっていう、まあ、そういう、まあ、壮大なゲームをですね、私たちはやってるわけですね。そうです、ゲーム大好き。ゲームだね。はい。まあそんなわけでですね、まあ諦めるための占い、この QR コードからですね、まあパソコンで見てる人はね、QR コードはすぐ打ってもらって、で、まあスマホで見てる人も、まあ諦めた、Amazon で諦めるための占いとかね、陰陽マリって打つとすぐ出てくるので、まあ、そこから買ってもらいたいなというふうに思います。お願いします。マリさんの著書応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ということで、あ、これちょっと書いてたね。今夜から明治にかけてっていうのは前のセミナーの時なんで、まあ、いつでもいいんで買ってくださいということで。はい、それでですね、まあ、ここまで来て言うのもなんなんですけど、インタビューしてるその松尾さんというのは誰なんだっていうね、ことを、まだ分かんない人もいるんで、はい、そうですね。若干言うとですね、PR ですね、パブリックリレーション、PR について、教えてる人です。はい、でとりあえず、まあ、ご縁つなぎということで、プレゼントしますんで、はい、この、なんだ、広告とかのチラシとか SNS ばっかりやっててもですね、はい、なかなか売り上げにつながらないってこともあるし、まあ、本来楽しくやるべき SNS がですね、苦しくなってる人もいるんですよね。そういう意味からするとね、PR だと楽しくできるんじゃないかなというふうに思っていると。で、一応簡単な小冊子、無料 PR フォーマスターブックっていう本をですね、電子書、それこそPDF で僕作ったので、はい、この QR からダウンロード、この QR から受け取れますよと、これ LINE、はい、LINE に登録することになるんですけど、
でついでに言うとですね、このマスターブックの他にですね、動画が3本これも無料でついてきますので、はい、3億円売り上げた女性社長、1回のテレビ取材でですね、それぐらい売り上げた女性社長のインタビュー動画と、はい、あとPR を学んで、まあ、1ヶ月2ヶ月でですね、新聞に取り上げられたお餅屋のおかみさんのインタビューと、うん、あとメディアにアタックする、メディアにアタックするためにニュースリリースというものを書くんですけど、 A4 で1枚ぐらいのね、それの書き方をですね解説した動画のですね、はい、全て、プレゼントしますので、先ほどの LINE 登録してみてください、はいはい、ということでですね、はい、まあ無事、振り返りインタビュー終わりましたけど、まあ、改めて聞いてみてですね、その諦めるとか手放すとか、複雑にしないでシンプルにするっていうためには、自分とか相手をこう許す気持ちがね、うん、とっても大事かなっていうふうにこう今マリさんの話聞いててね思いました、はい、自分を許せないでいるとその場所からもう動けないで、ね、一歩も進めなくなるし、あと誰か許せない人がいるとですね、やっぱその人に心が取られちゃって、本来自分が傾けるべき、ね、エネルギーをその人を憎むというエネルギーに使ってしまってですね、前に進めなくなるなっていうね、ことがあるから、まあ何かキーワードは何か許すっていうことかなっていうふうにね今勝手に、ああ、いいですね、感じました。来年の方に書かせてください。ああはい、まあそんなことで、この動画ね、皆さんにプレゼントに撮ったので、まあ、ぜひ受け取ってね見ていただきたいなと、はい、で見た人の心がちょっとでも軽くなればね、はい、ね、僕たちの撮った甲斐があったっていうもんですよね。はい、来年は虎の年なので、来年2022年ですね、虎の年、2022年、はい、虎の年なので、うん、断ち切るってことね。だからのって言えない人はちゃんとのって言いましょう。なるほど、そういう年なので、ずる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 、そういうのね、無理なことをしないこと、とラッキーカラーが、黄色ゴールドです。あ、やっぱ虎だから ね、そうなんです。ぜひお正月から、はい、黄色いものを着たり、黄色いバナナを置いたりとかねバナナね黄色きゃいいんだね、何でもね。そう、黄色とゴールドね、そうだね、できればピカピカのねゴールド、ないかな、ないなそういうものに置くとね、さらにそういう強くなる自分、虎みたいな強くなる自分、はいはい、何でも乗り越える1年間になります。いいですね、じゃあ力強くね来年は行きたいですね。力強く、はい、ということで、2021年の締めくくりにね、素晴らしい動画になったと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。